昨日たまたま街歩いてたら、たまたまね、本当にたまたま YouTuber の時期屋さんに会いました。どうも限界社会人です。まあ会ったっていうか、一方的に僕が見たっていうだけなんですけど、2人くらいでカメラ持って撮影してそうな雰囲気で歩いてて、時期屋さんの動画たまに見てたから一発で時期屋さんって分かったんだけど、まさかこんな場所にいるわけないって思って3度見くらいしたよね。でも普段 YouTube とか TikTok でよく流れてくる人とか、普段テレビに出てくる人がいざ目の前にバンって突然現れると、思った10倍感動するね。なんかその日幸せだったもん。有名人と会えるっていいね。